台湾の皆さんこんにちは。新聞記者監督の藤井道人です。今回僕の新作が台湾で上映されることになってとても嬉しいです。新聞記者は11月15日に台湾で上映されます。ぜひ劇場までお越しください。松坂くんは年もすごい近いんで、撮影がない時にこう2人で休憩しながらこう好きな映画の話だったりとか、なんか昔の現場の話とかたくさんしたんですけども、本人自体はすごいこうゲームが好きで、なんかこう一番印象的だったのは本田翼さんとの奥さんのシーンで、2人が全然喋んないすごいシャイな2人が急にゲームの話をしだしてからすごく仲良くなってたのを見て、すごく羨ましく思いました。とてもいい役者です。シムンギョンは本当に子役の時から素晴らしいお芝居をしている女優さんで、もう僕自体もすごいドキドキしてたんですけども、本当に一番すごいなと思ったのが、こう本当にオフの時はずっとこう寝てるようなこうリラックスしてる状態なんですけども、本当に本番パンっていう瞬間からのスイッチがすごくて、あとはやっぱりもう一回違うパターンでいろんな芝居を見たいんだっていうのを言っても、本当に何個でも何個でも球を投げてきてくれるというか、いろんな表情を見せてくれるので、なんかこういうこと言っちゃあれですけど、すごい勉強になりました。新聞がこんなネタ出すっておかしくないですか？内調からのリークか。まさかまた官邸の圧力？野党とつながってるという事実さえ作ればいいんだ。完全な民間人ですよ。これも国を守る大事な仕事だ。国と家族のためだって自分に言い聞かせた。俺のようにはなるなよ。教えてください、どうして神崎さんが死ななければならなかったのか。権力の闇に迫る女性記者とエリート官僚、二人の運命が交差するとき、衝撃の真実が明らかになる。ひょっとしたら政権がひっくり返るかもしれないぞ。嘘か本当かを決めるのはお前じゃない、国民だ。俺たちは一体何を守ってきたんだろうな。ごめん。新聞記者、あなたはこの映画を信じられるか。